はい、こんにちは。発酵調味料教室講師の早川です。冬になってインフルエンザなんかの感染症が流行ってきていますけれども、自分もいつ感染するかわからないということがあるので、やっぱり外出するのが怖いなとか、人混みに行くのが怖いなっていうふうに思いますよね。風邪をひきたくないとか、インフルエンザにかかりたくない、かかったとしても重症化したくない、そう思っているのであれば、この動画は必見です。今回は今世界で最も注目されている栄養要素であるビタミン D について解説をしていきます。ビタミン D は骨を作るために必要なビタミンというイメージが強いですよね。確かにビタミン D はカルシウムの吸収を促進して骨を健康に保つ栄養素として知られていまして、一昔前までは骨に対しての健康効果だけが注目されていて、ビタミン D が不足すると骨粗しょう症になるというふうによく言われていたんですけれども、近年ですね、ビタミン D に関する研究が盛んに行われるようになって、最近ではビタミン D 不足があらゆる病気や体調不良の原因になるということも分かってきています。この動画を最後までご覧いただければ、ビタミン D の重要性、期待できる健康効果、効率よく摂取する方法、そういったことが分かります。またインフルエンザなどの感染症を予防するためになぜビタミン D が必要なのかという理由が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは健康と美肌を叶える発酵食について、食と健康について、あなたの健康や美容のお悩みを解決する手助けになるようなお話をしています。そういったお悩みがある方もない方も、食と健康にまつわるお役立ち情報を発信しておりますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいていただければと思います。まずはですね、ビタミン D がもたらす健康効果について解説をしていきます。まず一つ目は骨の強化です。ビタミン D が骨の材料であるカルシウムやリンに与える働きによるものでして、カルシウムやリンの吸収を高めてくれることによって骨の形成を助けて骨を強くしてくれます。そういった働きがあるので、骨粗しょう症の予防に効果が期待できると言われています。骨が弱くなると歩行に障害が出たりとかするんですけども、それ以外にもですね、骨が弱くなることは実は顔の表情の老化にも影響してくるんですね。年齢を重ねると皮膚がだんだんたるんできて、シワが増えたりとかして、いわゆる老け顔っていう風になっていくんですけれども、これはですね、ただ単純に皮膚だけの問題ではなくって、皮膚を支えている土台となる顔の骨というのが溶けることによっても大きく悪化するわけなんですね。なのでいくらスキンケアを頑張っていたりしたとしても、土台となる骨が弱ってくると顔の形状自体が変化してしまうため、それによっても老け顔に見えてきてしまうということがあるんですね。ビタミン D が足りていないと骨が弱くなるスピードがどんどん加速していってしまうので、それによってどんどん老け顔になっていくということが言えます。そして2つ目はですね、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防です。ビタミン D には免疫機能を高める効果があります。細菌やウイルスを破壊する免疫細胞というのを活性化してくれますので、ウイルスが体内に侵入するのを防いで、風邪とかインフルエンザなんかにかかりにくくなります。ビタミン D と免疫機能については様々な研究でその有用性が明らかになっていて、1日 1200IU のビタミン D を摂取した人はインフルエンザの罹患率が 42% 減ったという研究結果も出ています。ビタミン D を補給することで免疫が活性化するので、風邪とかインフルエンザなどの感染症予防になるということですね。またですね、かかってしまったという場合にも重症化を防ぐ効果というのも期待できます。そして3つ目は花粉症とかアレルギー疾患の改善ですね。ビタミン D には免疫システムをコントロールするという働きがあって、免疫細胞を正常に保ってくれます。アレルギーというのは本来は害のないものを異物として判断してしまって、体内の免疫システムがその物質を攻撃することによって起こる症状です。ビタミン D は免疫細胞を正常にしてくれますので、アレルゲンとなる異物への過剰な免疫の反応を防ぐということができるんですね。またアレルギーだけではなくって、甲状腺などの自己免疫疾患にも効果が期待できると言われています。そして4つ目は糖尿病の予防ですね。ビタミン D には抗炎症作用があります。
ますので、それが糖尿病の予防につながっていくと考えられているんですけども、あらゆる研究結果で血中のビタミン D 濃度が高いグループは低いグループに比べて糖尿病の発症リスクが低いということが分かっているそうです。そして5つ目はがんの予防ですね。血中のビタミン D 濃度が向上することによってがん細胞の繁殖を抑えたり、がん細胞が消滅するのを促進してくれるというふうに言われています。そして6つ目は冬季うつ病の予防と改善ですね。うつ病の中でも冬季うつ病と呼ばれているものがありまして、冬季うつ病っていうのは日照時間が減る秋から冬にかけて発症しやすいうつ症状でして、北欧なんかの年間を通して日照時間が少ない地域とか、日本であっても冬場の日照時間が少なめな地域っていうので発症しやすい病気です。ビタミン D は日光を浴びることで体内で合成されるので、日照時間が減ってくると普段と同じ生活をしていたとしてもビタミン D がどんどん不足してしまっていくということなんですね。ビタミン D にはセロトニンを正常に分泌させるという働きがありますので、ビタミン D が不足することによってセロトニンがうまく分泌されなくなって、その結果気持ちが落ち込んでしまったりとか、気持ちが暗くなってしまったりしてしまうということですね。冬場でなくてもですね、現代人というのは屋外よりも室内で過ごすことが多くなっていますし、特に女性は日焼けによる皮膚のダメージから肌を守るために常に日焼け止めを塗ってですね、日傘をさしてみたいなことをしていますので、日光に当たる機会っていうのが極端に少ないわけなんですね。必要以上に日焼け止めを塗りすぎたり日光を避けてばかりいると、ビタミン D が体内で合成されにくいということになりますので、血中のビタミン D 濃度が低くなって慢性的にビタミン D が不足するという状態になってしまいます。先ほども解説したようにビタミン D が不足すると顔も含めた骨が全体的に弱くなってくるので、見た目の老化防止を防ぐためにこうせっせと日焼け止めを塗ったりしていても、極端にこう日光に当たらないということでビタミン D が足りなくなって、結果的に骨が老化してしまってですね、最終的に顔の見た目が老化してしまうということにつながっていくわけなんですね。そして7つ目は不妊症の予防です。ビタミン D は受精卵が子宮内へ着床するなどの生殖機能においても重要な働きをしています。女性の生殖機能だけではなくて、男性のビタミン D 欠乏というのは勃起不全、いわゆる ED ですね、 ED のリスクを高めると言われていますし、血中濃度が高いほど精子の運動が良くなるということも分かっています。なので不妊症で悩んでいる方は男女ともにビタミン D を補給することをお勧めします。そして8つ目はですね、肌荒れの予防と改善ですね。ビタミン D には抗炎症作用がありますので、ニキビなどの肌の炎症にも効果が期待できます。そして9つ目は腸内環境の改善ですね。最近の研究ではビタミン D は腸内細菌の多様性と相関関係があると分かっているそうで、血中の活性型ビタミン D の値が高い人というのは腸内細菌の多様性が高いということですね。腸内細菌の多様性っていうのは、腸内でいろんな種類の腸内細菌がお互いに助け合いながら共存して生きているという状態のことです。腸内細菌の多様性というのは年齢とともに低くなっていくと言われていて、腸内にいる細菌はそれぞれ細菌の得意分野っていうのを持っていて、得意分野の働きを活かしながら共存しているというものですね。腸内細菌の多様性っていうのが高い方が腸内環境自体がいい状態になっていきますので、それが結果的に全身の健康の維持につながっていくということになります。ビタミン D の血中濃度をしっかり維持していると腸内環境の改善とか腸内細菌の多様性が高くなるというだけではなくって、腸内の酪酸菌が優位に増えるという報告もあるそうなんですね。酪酸菌はですね、スーパー善玉菌とも言われている様々な健康効果をもたらしてくれる菌なんですけれども、酪酸菌については以前に詳しく解説した動画を上げていますので、酪酸菌について気になる方はそちらの動画を見ていただきたいと思います。
ただければと思います。そして10個目は認知症の予防です。ビタミン D は脳の神経伝達物質を潤滑にする働きもあります。神経の伝達が良くなると脳の機能も良くなるわけなので、結果的に認知症予防にもつながっていくということになります。このようにですね、ビタミン D は人間の体にとって様々な良い効果をもたらしてくれます。なので外部から積極的に摂取したり、体内での合成を促進するなどしてビタミン D の血中濃度を満たしておくといいということですね。逆の言い方をすれば、ビタミン D が不足していると、これらの症状が起きてしまうということになります。しかしですね、現代人はほとんどの人がビタミン D 不足に陥っているというのが現状です。国が定めている摂取基準では、1日あたり 8.5 マイクログラムというふうになっているんですけれども、これはですね、必要最低限という量であって、8.5 マイクログラムくらい取っていれば、骨の健康ぐらいは維持できますよという量であって、これだけ取れば十分というわけではなく、先ほど紹介したような健康効果などを得たいという場合に関しては全くもって足りない量なわけなんですね。しかも現代人のビタミン D 摂取量は 8.5 マイクログラムという量にさえ達していない人がほとんどでして、特に若い女性を中心に不足しているということが分かっています。その原因ってやっぱり過度な紫外線対策にあるのかもしれないなと思いますよね。普段から紫外線対策をバッチリしているっていう人とか、あとは外出があんまり多くない、外出が少ないっていう人は特に積極的にビタミン D を摂取していく必要があります。ビタミン D はビタミンという分類にはなっているんですけれども、実はですね、機能としてはホルモンと同じような働きをします。なのでビタミン D はビタミンというよりはホルモンとして捉えられることが多い物質です。特にですね、女性は更年期を過ぎてくるとコレステロール値が高くなっていきますので、それを病院で指摘されてですね、薬なんかで抑えようとすることによってホルモンであるビタミン D の材料になるコレステロールが減ってしまって、その結果ビタミン D 不足になるということもあるようなんですよね。またですね、ビタミン D の吸収率が落ちてくる高齢者とか妊娠中の女性、あとは乳幼児にも積極的な摂取が必要になります。特に気をつけていただきたいのがお子様のビタミン D 不足ですね。ビタミン D はカルシウムの吸収に必要な栄養素なので、不足すると発育とか発達にも影響を及ぼします。乳幼児はビタミン D が欠乏するとクル病という病気になる可能性があります。クル病っていうのは乳幼児の骨格異常のことでして、脊椎の変形や湾曲、四肢骨の変形や湾曲、頭蓋骨とか肋骨の変形とか、あとは低身長ですね、あと歯のエナメル質が失われる、そういった症状が出てくる病気です。クル病にならないためにもお子様のビタミン D 不足には十分に気をつけたいところですね。ここまででビタミン D の健康効果とその必要性については理解していただけたかと思います。では次にですね、具体的にどれくらいの摂取量が必要なのかということと、必要量を効率よく摂取する方法はどんな方法なのかということについて解説をしていきます。ビタミン D の量を表す単位は IU とマイクログラムが使われます。1マイクログラムは 40IU なので、例えば25マイクログラムだったら 1000IU ということになります。要はですね、マイクログラムの数字に40をかければ IU の単位ですね。 IU はまあ単位とも言うんですけども、その数字になるということになります。サプリメント関連の書籍なんかを見ていると、1日あたり25から50マイクログラム、1000から2000IU ですね、そういった量の摂取が推奨されている場合が多いんですけれども、これよりですね多く摂取しても問題が起きることはほとんどないというふうに言われています。日本人の食事摂取基準では1日のビタミン D 摂取量の上限は18歳以上で 4000IU、 100マイクログラムですねとなっているんですけれども、これはですね、国がかなり余裕を持たせてここまでだったら絶対に安全ですよとしている基準なので、実際にはまあもう少し多めに摂取しても問題はないと言えます。子供の場合はですね、年齢ごとに摂取量の目安というのが定められていますので、厚生労働省が出している日本人の食事摂取基準を参考にしてみてください。最低限必要と言われている量を取るだけではなくって、健康維持に役立てて病気を未然に予防したいというふうに考えるのであれば、1日に 4000IU は摂取することをお勧めします。ここで
大事になってくるのはビタミン D の摂取量っていうものだけではなくて、ビタミン D の血中濃度を常に満たしておくということが重要になってきます。必要量を外から取っていたとしても、それをしっかりと吸収できていないと意味がないということですね。血中のビタミン D 濃度については自費にはなってしまうんですけども、血液検査で調べることができますので、気になるよっていう方はですね、病院で調べてもらうといいかなと思います。ビタミン D の血中濃度を上げる方法はですね、まず1つ目は日光を浴びるということ、2つ目は食事からの摂取ですね、そして3つ目がサプリメント、この3つがあります。まず1つ目の日光を浴びるなんですけれども、ビタミン D は日光を浴びることによって体内で作られますので、日光を浴びることによって十分に血中のビタミン D 濃度を維持できる目安というのがありまして、それがですね、夏場だったとしたら、夏場の日中で半袖半ズボンで週3日15分から30分ぐらいの日光浴をすると必要量を満たせますよという目安が一応あるんですけども、それはですね、もうあくまでも真夏の日中の時間帯を想定した基準目安ですので、時間帯だったりとか、あと住んでいる地域によっても日光のその当たり具合っていうのが変わってきますし、あと日焼け止めを塗っていたりとか、普通に日焼け止め塗ってなくてもファンデーションとか化粧をしていたりするだけでも基準っていうのを満たすことができないので、やっぱりですね、日光浴だけでは足りないということになります。もちろんできるだけ日光に当たるようにした方がいいんですけれども、日光に当たるだけで十分なビタミン D の血中濃度を維持できるっていうことは、まあちょっと難しいかなというところですね。そして2つ目の食事からの摂取なんですけれども、ビタミン D はもちろん食事食べ物から取ることもできます。多く含まれているものっていうと、鮭とかイワシとかサンマ、そういった魚に多く含まれています。なので、まあ、そういった魚をですね、週3回ぐらいは食べるといいかなと思います。あとですね、卵にもそこそこ含まれていますので、卵も毎日1個から2個3個ぐらいとかですね、食べるといいかなというふうに思います。しかしですね、ビタミン D を多く含む食品っていうのは、日常的に食べることができる食べ物だと魚ぐらいしかないっていうのが現状なんですね。なので、もし魚が苦手だったりしちゃうと、食べ物からビタミン D を摂取するっていうことはちょっと難しくなってきてしまいます。ちなみにですね、椎茸にもビタミン D が含まれているんですけども、現実的に食べることができる椎茸の量ですね、それを考えると、多くのビタミン D を椎茸から摂取するっていうことは難しいです。またですね、ビタミン D には D2 と D3 の2種類がありまして、キノコ類に含まれている植物由来のビタミン D2 というのは、魚介類なんかに含まれている動物性由来のビタミン D3 と比べると効果が低いというふうにも言われています。そして3つ目のサプリメントですね、ビタミン D はサプリメントから摂取することができます。というかですね、今言った2つの方法、日光浴と食事から摂るという方法で血中濃度をこう満たしていくっていうことは、かなりちょっと難しいということがありますので、ビタミン D に関してはサプリメントで摂取することがもう必須ということになります。これはですね、前回の亜鉛の動画でも解説をしたんですけれども、亜鉛もですね、食べ物とかから摂取していくのが難しいので、サプリから摂りましょうというふうにお話をしています。今回もサプリメントを推すっていうことになるので、私自身がすごいサプリメントを推しているみたいなふうに思ってしまうかもしれないんですけども、そうではなくてですね、例えば基本的にはサプリメントに反対というか、あんまり推奨してないよというドクターとかであっても、ビタミン D だけはサプリメントを勧めるっていうドクターが多いらしいですね。それぐらい本当に重要な栄養素で、かつ食事からとかの摂取が難しい栄養素ですので、サプリメントをおすすめするということになります。なんで、まあ、魚はあんまり食べないよとか、紫外線はもう絶対浴びたくないですっていう人は特にですし、そうじゃない人であっても、とにかく日光を浴びていようが、魚を週3回ぐらい食べていようが、ビタミン D っていうのは不足していってしまうものなので、健康を維持していきたいと思っているのであれば、サプリメントから積極的に摂取していくことをおすすめします。サプリメントでビタミン D を取る場合、どんなサプリを選んだらいいかというところなんですけども、ここにですね、私の飲んでいるサプリを用意していますけれども、まずはですね、ビタミン D のサプリメントはビタミン D2 とビタミン D3 の2種類がありますので、まずは必ず D3 というものを選ぶようにしてください。ちなみに私はこちらのですね、5000IU とい
というものを飲んでいます。これまあ 5000 IU なので結構多めなんですけども、こういった海外製のサプリメントですね、海外製のサプリメントの中にはもっともっと高濃度のものもありまして、1万 IU とかっていうのもあるんですね。一粒で1万 IU とかなので、ちょっとそれ取りすぎかなっていうふうに思うので、ちゃんとですねここの数値をですね IU とかもしくはマイクログラムって書いてある場合もあると思うんですけど、 IU の表記の方がサプリは多いかなと思います。しっかり数値を確認していただくということが必要になります。飲むタイミングとしてはビタミン D というのは脂溶性のビタミンですので、油と一緒に摂取するのがおすすめです。なので食前とか空腹時とかに飲むよりも食後すぐに摂取するっていうのがいいですね。あとは注意点として、サプリメントで摂る場合は適切な量というのを分かっていないと過剰摂取になってしまうということもあります。先ほどお伝えしたような摂取目安量だったり上限量の知識っていうのが全くないままに、不足してるんだったらもう大量に摂ればいいよねみたいな感じで1日に何粒も何粒も飲んじゃうみたいなことをしてしまうと過剰摂取になって、それによって健康被害が出てしまうという恐れもあります。ビタミン D の過剰摂取による健康被害として確認されているのは高カルシウム結晶ですね。高カルシウム結晶が起こると食欲不振とか体重の減少とか多尿不整脈、そういった症状が出てきます。高カルシウム結晶が起こることによって腎臓の機能が悪くなることもあるようなんですね。しかしですね、厚生労働省の発表では1日に1万 IU 250マイクログラムですね、1万 IU までの摂取であれば高カルシウム結晶を起こしたという報告はないというふうに言っていますので、よっぽど量を間違えて大量に飲み続けるっていうことをしない限り、ビタミン D サプリによる健康被害は本当にごく稀にしか起こらないというふうに言えます。ここまででお伝えしたようにビタミン D は非常に重要な栄養素であり、大半の人は慢性的に不足状態にありますので、サプリメントから摂取していくということがおすすめです。こちらはですね、ナウフーズのビタミン D3 5000IU というものなんですけども、おすすめのビタミン D サプリについては概要欄に載せておきますので、気になる方は概要欄を見て参考にしてみてください。やっぱりですね、常にビタミン D の血中濃度を保っていくということが必要になりますので、一回飲めばいいとかそういうことではなくって、飲み続けていく、常に摂っていくということが大切になります。本日のまとめ、ビタミン D の代表的な健康効果は1、骨の強化、2、風邪やインフルエンザなどの予防、3、花粉症やアレルギー性疾患の改善、4、糖尿病の予防、5、がんの予防、6、冬季うつ病の予防と改善、7、不妊症の予防、8、肌荒れの予防と改善。ビタミン D は様々な症状の改善予防効果が期待できる栄養素です。しかし現代人は大半の人がビタミン D 不足に陥っています。日光を浴びたり食事やサプリメントから上手に取り入れて健康の維持に役立てていきましょう。もしあなたが今肌荒れや体調不良で悩んでいる、今よりもっと健康になりたい、普段の食事に発酵食を取り入れたい、食を改善して美と健康を手に入れたい、これらの項目に一つでも当てはまっていたら、今からご紹介する私からのプレゼントを必ず受け取ってください。1. 塗るだけ、焼くだけ、混ぜるだけ、楽して美と健康が手に入る時短レシピ動画9選。 2. すぐに実践できる正しい調味料の選び方がわかる動画講座。 3. 発酵食講師が厳選、確実に美味しいおすすめ調味料リスト27選。 4. 初心者でも簡単発酵調味料レシピ集10選。 5. 発酵食や食と健康に関するお悩みやご質問に個別アドバイス動画をプレゼントします。これらをまとめた5大プレゼントをご用意しましたので、概要欄にある公式 LINE に登録してぜひ受け取ってくださいね。今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画が少しでもためになったと思っていただけましたら、コメント欄に感想とかいいねをいただけますと嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。